取られたいと思ってる人ですよね、僕に。外見的なことは関係なくて、要するに気持ちですよね。まずそれがあって、そこからスタートしよう、僕はその子を取りたいと思ったらば、それでもう 50% 半々でこう、なんですかね、そういう気持ちがあればぶつかり合えるじゃないですか。写真大学、今回はですね、写真界の大御所、沢渡はじめさんのアトリエに来ております。よろしくお願いします。いつ頃から写真家になろうと思われたんですか？高校3年の時かな、はい、日大の付属高校に入って、はい、そこの写真部に入って、入るとこないから写真部に入った。まあそれが意外と面白くてね、うん、活発に。で3年の時コンテストで賞もらったりして、うん、まあで日大の付属は日大の芸術学部に行く気はないなって、写真学科に入るしかないなと思って、うんうん、写真でやっていけそうだなって気がしたんですよ。だからもう当然プロでしょっていう、今みたいに何ですかね、その気があればなれるわけですから、だから僕はまあまずサラリーマン無理だなと思ったのね。自分で一人でできることで、はい、まあ、表現することで自分をね、はい、書くことでもいいんですけど、まあ、写真に出会ってるわけだから、うん、なあ、まあすぐ上の写真学科に入りました。なるほど。どうでした、大学時代は？大学時代はね、篠山紀信さんと同級生、同級生ですよね、うん、まあ入ってすぐに友達になったんだけど、あんまり写真がみんな好きなのかなって思うぐらい、うん、やっぱ俺は、俺も篠山も真面目だったね、やっぱり。うん、真面目っていうか一生懸命写真撮ってた。うん、その頃のね、はい、これ学生時代に、はい、撮ったものをまとめてくれたんですよ。これ4、5年前に出してくれたんだけどね。めくっていいですか？あ、どうぞどうぞ。うん、昭和。うん。35年とかですか？まあ1960年。1960年。うん、まあ、だからこれ象徴的にね、昭和35年にしたんだけど、まあ、4年間の中のものなんですけど、はい、うん、これがこれ競輪場、これはカビでこうなんか模様みたいになっちゃってるのがね、まあそのまま生かしてるんだけど、うん、今の東京ドームの前じゃないかな、これ。35mm ですよね。これはね、28mm。28mm とね、135mm の望遠レンズね。はい。その2本しか持ってなくて。28mm と135の望遠レンズ。うん。はい、ほとんど前28で撮ってたね。この頃。もう、ライブ感がすごいですね。これは何年前ってことですかね、1960年としても、うん、60年ぐらい経つよね。60年前で、これは1年の時に青森の何ですか、タッピ岬に行くっていうんで、うん、日芸の先輩とね3人で夏休みの撮影旅行に行きました。すごいでしょ、土門拳みたいでしょ。もうどこそうですよ。土門拳さんはまだ生きてらっしゃったんですか？待って、待って、土門さんも撮ったことあるし、へえ、可愛がってもらってましたけど、うん、この頃はねスナップ主義っていうか、うん、なんですか、報道写真やりたかったし、まあ単純にロバート・キャパに憧れてみたいなね、はい、うん、なるほど、うん、これはアンポトースですね。うーん、国会議事堂の前で、この時神場美智子さんって東大の学生が死んだ、はいはい、その時の、うん、この後だからみんななだれ込んでいくんだよね。へ、うん、これはハロウィンってね、ワシントンハイツ、今の代々木公園の前がワシントンハイツっていう米軍の住まいがあるところ、はい、そこでハロウィンってね、なんだハロウィンって思ってたけど、うん、子供たちがね、うん、初めて見るハロウィン、そうですね、
まあ、これは横田の基地、うん、まあ、この人のうちによく毎週撮りに来たりしてる。へー、うん、これはどうなってるんだ、面白いです。これブレてるんだよね。うちの前が火事になったんですよ。へえ、うん、この子のねお母さんをずっと撮ってたの。へえ、うん、そのつながりで。そう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 お母さん頭に出てくるけど、これはその町ですね、横田の、うん、だから外人用のなんかそういう店がね、うん、この辺ね、みんな学校の宿題ですよ。例えばこれなんかは、うん、あとは自分で好きで撮ったんだけど、うん、でも大学時代からなんかいろいろ雑誌に載られたりとかされてたんですよね、仕事してた。仕事してた、うん、それが一番面白いっていうのが分かって、うん、お金もらえるし、うん、ちゃんとクレジット入れてくれるし、うん、これ中でちょうど国会に入って、うんうん、みんなぶつかって、うん、本当に もみ合って死んじゃったのね、うん、学生が、うん、これは浅草の三社祭。ああ、なるほど、うん、まあ何でもかんでも撮ってましたよ。だから本当ですね、うん、これもそのアンプ、アンプの中、うん、三者のもみ合ってる感じと続くのが面白いですね、うん、これだからデザイナーのね、うん、人がいろいろこう、これアビリンカンってね、はい、あの、ジャズの歌手なんですけど、うん、僕が大好きだった人。へえ。これは篠山なんかと晴海に撮影会で、うん、4、5人でこのモデルを雇って、うん、それでその時の一枚。これは横田の基地でのスナップだけど、うん、よく行ってたんですよ、横田とか立川のベース、その、はい、中に知ってる人がいたから、うん、アメリカに惹かれたりする部分とかあったんですか。アメリカの影響を受けてもちろん、うん、この人がだからあのさっきの子供のお母さんで、うん、この辺のやつは日本カメラに発表したりしてたんだけど、この人を撮るために毎週通ってたの、はい、これミニコピーってフィルムあるでしょ、うん、はいはいはい、あれでわざと撮ってたんですよ。であの細江さんが三島由紀夫を撮りましたね、うん、はいはい、あれがミニコピー使ってるんですよ、うん、確か。あ、そうなんですね、硬い感じ。そう、そういうのに影響されるわけ。なるほどなるほど。すぐ真似しちゃうね粒子が出ない。あの辺の3年ぐらいの方も夢中になってたね、ジャズに。ジャズと黒人と、はい、黒人の女性と結婚するしたいっていうふうにまで思ってたから。まああの頃まだ人種差別あった時代だからね、うんうんうん、トイレとか別だったからね、はいはいはい、だあの基地の中のクラブでその女性に知り合ったんですけどね、うん、あの黒人のそのなんかクラブなんですよ、うん、白人のこう分かれてるね、うんうん、この辺の写真展をあの篠山さんと二人で大学時代の写真展やられたって。あ、うん、あここに ないですけどね、新宿のクラブ3スターっていうところでね、3スター、まあ、うん、毎週ライブってもね、あの立川の兵隊が黒人とかね、うん、ジャズの好きな人たちが来て、うん、そこで演奏するんだね、うん、それを撮ったやつを僕は発表したんかな。あ、大学、うん、学内でですね。そうそう、校内でね。で篠山さんはね、あのレコードジャケット試作みたいな、うん、要するにあの人はコマーシャルやるんだって言ってたから、うんうんうん、なるほど、そういうタイトルのものをやられたんですね、うん、まあそれぞれ2、30点こう並べて、うんうん、で
学生時代はもう仕事をされながら。まあ、仕事しました。あの、うん、女性自身の食卓カメラマンっていうの、はいはい、もやってたし。それどんなのを撮ってたんですか、その時は。その時に女性を撮り始めたとか、うん、女性はもっと後なんですけど、その頃は報道写真みたいな。あ、こっちこそ多くの、はい、うん、なんか いろいろ撮った。でギャラいいしね。うーん、うん、でそれでフィルム買って自分の好きな写真を撮る。うーん、でそれまでと違うと新興学風、ミュージックライフっていう、はい、それでこのジャズの写真撮ったりしてる。なるほど。で、まあ、大学を卒業されてそのまますぐじゃあ、うん、フリーランスになる。すぐあのフリーランスになって仕事だから、あの子5つ6つ定期的なものを持ってたから、はい、まあ食ってはいけるし、うん、好きに生きようと思って、うん、やってたんだけど。就職するわけではなく、まあ、うん、就職するわけじゃなくて、ね、うん、ただなんか賞 APA の公募の公募で奨励賞をもらって、はい、さっきのハロウィンの写真でね、はいはいはい、それであの篠山さんはすでにもうライトパブリシティっていうところにね、はい、あの3年の時にもう学生でありながらもそこに入社しちゃってやってるわけですよ。なるほど。あの頃しょっちゅううち泊まりに来てたから、うん、こうだこうだああだこうだいろいろあのアメリカのアベドンとかさ、うん、なんですかね、俺たち知らないわけだからその頃情報ないから、うんうん、話してくれて、うん、それであのライトパブリッシュに入れてくんないかなと思って行ったんだけど、うん、ちょうどダメで、うん、で日本デザインセンターに行きたまえって、はい、早崎さんっていう写真部長がいたんです、はい、その人に言われてね、はい、その足でデザインセンターの山城隆一さんっていう人を訪ねて行って、はい、で明日から来いみたいな感じで。うーん、そうそうたるメンバーのタイミングですね。そうね、まああの頃60年代っていうのはやっぱりすごいですよ。横尾さんもいたし、横尾忠則さん、まあ、写真家は高梨豊さん、はい、から深瀬さんとかね、はい、なんかね自分が撮りたいものとちょっと違うなと思って、うんうん、それで辞めさせてもらって、うん、まあクビですけど、うん、でそこから女性を撮るように。うーん、まああの頃は幸せな時代ですよね。うーん、激動な感じのイメージありますけどね、いろんな日本が変わっていくっていうか、うん、まあ、そうそうそう、だからそれがねすごいもう何ていうか外国がすごかったからね。うん、アメリカのロックとかさ、はい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 、ビートルズとか、はいはいはい、だから俺たち若いやつらみんな影響されちゃうじゃないですか。うん、でもそれ以降ですもんね、少ししてからヤングカルチャーみたいなのが日本もアルコや成分ができたりとか、うん、そうだよね、はい、そのアンアンが出てきたり、ね、70年、はい、その60年代はね、だから俺ファッションやってて、ファッションっていうかあの洋裁の雑誌っていうかね、はい、ドレスメイキングとか装苑とかっていうのさ、うんうん、学校があって、はい、生徒さんが洋服作るのに型紙とかついてきたりするような、はい、口絵があるという、うんうん、俺たちは防具とかバザーでさ、うん、そういうファッションたちを見てたから、うん、そういうのが撮れるのかなと思ってさ、うん、結構ねモデルを撮るっていうより物を撮ってるような感じ、うん、で白子で撮るとか言うんだよ。あのカラーは白子とか決まってるんだよね。なんかちょっとバカバカしいっていうか、それだって撮ってましたけど、うん、そういうもんだと思ったからね、うん、でそういうのがたまってこのナディア撮ったんですよ。これがだからもうフリーランスになられて、うん、デザインセット辞められてからっていうことですよね。もちろん、うん、1971年ですね、撮り始めて、うんうんうん、73年に展覧会やってる、ね、なるほど、3年間。まあその後ずっと撮ってたけど、うんあの頃っていうのはね、いわゆるモデル、外人モデルっていなかったんですよ。で、ナディアにしろ何人かいた、10人ぐらいいたんだけど、うん、みんな日本に遊びに来る外人の娘たちで、うん、だからその日本人じゃなくて外人を撮りたかったです。
から自由に撮りたかった、自分の思うようにね。うん、これはどういう感じで撮られたんですか？ロケに行こうとか、それともなんか、うん、これは最初はね、はい、これは僕が友達がやってた、知り合いやってたパブなんだけどね、うん、これは古い大使館に忍び込んで撮ったりとかね。廃墟が随分あったんですよ、はいはいはい、その時代はまだ、だからこれ軽井沢に行くんですけど、軽井沢も廃墟があって、そういうところとかね、そこでこうなんか自然にストーリーができていくっていうか。これは35ミリで、35ミリ。これカメラは何なんですか？ニコン。ニコン、うん。あの当時まだキャノンじゃなくてニコンなんですよね、みんな。で、増刊してるんです、全部。なるほど。で、プリントはこれは外注するんですか？自分でやるんですか？篠山さんと共同のアイスがあって、そこで。じゃ篠山さんと沢渡さんは仲いいんですって？なんか縁があるんだよね。まあ、年に1回ぐらい電話で話すぐらい。彼の事務所の割とすぐそば住んでんだけどね、俺は。それで、ここから少女の方に行かれるんですか？少女はだから、それこそ学生の頃からずっと撮ってました。ええ、この子撮ってたし、キャロライン・ヨーコちゃんっていうか、はい、この写真も有名ですよね。これも学生時代とこれは話の特集っていう本が、私がね、話の特集、はい、和田さんなんか横尾さんなんか表紙やって、それの時の一冊まるまる写真を俺が やれる一人のフォトグラファーがやってるっていう、その時のやつ。この子モデルだったから、あ、はいはいはい、その子のモデルで子供服の写真とかこの子で撮ってたりしてたから、割とだから出会いがあるんですよ、これだから5年ぐらい前だしな、はい、パリスの、これはストーリーがあるんですか？いや、不思議の国のアリスっていう話、ルイスキャロルのね、はい、あれは割とこうなんか自分で想像すると面白いじゃないですか、こう大きくなったりちっちゃくなったりとか、どうにでもできるわけで、だから一人の少女をモデルに決めたらば、あとは自分の面白そうなところに行って撮りゃいいわけだから、フォトジェニックな場所ですね、この、そこのその場その場で何か作ってきゃいいから、これもね、どっちかっていうと「不思議の国のアリス」っていう話よりも、この少女がテーマなんですよ、はい、僕の中では。はい、やっぱ完成形なんですよ、写真集が。プリントじゃなくてね、プリントって言い出したのって日本は80年過ぎてからでしょ。僕らはほら20代30代の頃はそんなこと思わないし、そのまあ写真集出すっていうことも考えてなかったからね。前撮るのがね、撮るのが楽しいっていう、その現場が楽しいっていうんですよ。それも十分満足で、昭和ってタイトルがでもすごい大胆ですね。彼女がつけたの、彼女がつけたタイトル、タイトルってね、自分でつけるの下手だから。自分でつけない。少女アリスっていうのもね、堀内さん確かそうです。そうなんですね、自分で つけなきゃなんでつけるけど、なんかね、なんか自分でつけないんですね、タイトルは。撮ったものですよ、その写真で、それをどう感じる、ていただけるかっていう、
興味がないんですね、あんまり。じゃあ言葉が本当にね、うん、撮ることしか興味ないっていうか、うん、そうやって80万に来ましたから、うん、このまんまですよね。もうピアノで写真集全盛の頃で、彼女だってそういう仕事をすればギャラ何百万っていう、そんな時代に自腹で作った、うん、その代わり好きなようにっていうか、変なものを作ろうっていうかな、うん、まあエロチックなものに決まってんだけど、うんうん、これ新宿だけどね、うん、これもね、脇毛生やしてもらってもらうと、これはね、でもね、こういうあの人がいないとね、うん、彼女は女優であるし、うん、こう表現するっていうことは、体で表現するっていうか仕事だからね、うんうんうん、まあここまでやってくれるというか、うんうん、そうしてなかなかいないですよ。ヘアヌードじゃしょうがないからね。売るためのね。文学的っていうと。そうね。文学超えなきゃね。なるほど。文学超えなきゃ。もちろん写真だからね。じゃあやっぱり興味があるものを撮ってきたし。当然にしよう、それ。残るものっていうのはこうやって、はい、なんですか、自分の撮りたかったものを作品になっ、作品というか何かまとまったものを撮っておけば、それは今こうやって残るわけですから、うん、本としてシリーズとして、うん、コマーシャルのものとかさ、まあそうですね、うん、雑誌のものなんかはね、あんまりね、うん、こう俺は基本的にこう売り込んでいくことはできないから、うん、こう待って依頼されるっていうさ、うん、依頼されてはいっていう感じでしかできないんですよ、うん、だから依頼されるためには何かこう自分でそういう写真を撮っておけば、うん、それに興味を示して、うん、それで依頼してくるっていうことになるでしょ、うん、だからカメラ雑誌なんかに自分で作品発表するわけよね、うん、するとそれを見てこう依頼してくるっていうね、うん、だからまあ発表した作品が仕事を呼んできてたってことですよね、うんうん、まあ、まあ今までずっとこの昭和の時代で、まああの、うん、まあ、ずっととにかく自分で撮って、はい、発表して写真集作って、まあ、いろいろ見せてもらったんですけど、これからどういうことをやっていきたいですか、写真を通して。いやもうだからスタートした時から何にも変わってないですよ、うん、撮りたいもの、うん、撮るスタイル、うん、まあ生き方もね、うん、結局あの頃に影響されたものに、うん、価値観がもう固まっちゃってるから、うんうん、だから時代が変わろうが、うん、俺は変わんないから、うん、自分の作品としてね、うん、やっぱ一人の女性を撮るっていうね、うんうん、まあ今半分まで来てるんだけどね。あ、そうですね、まだちょっとタイミングがある、うん、まあ、どうなるか分かんないけども、そういうものがなければ、はい、あの生きていられないじゃないですか、うん、希望なく、はい、これやるんだ、やるためにだから僕毎日ジム行ってるんだけど、うん、体鍛えてね、お、あの素晴らしい、イスラム公演みたいな感じにしておかないと、うん、80といってもね、うん、足腰だから、うん、でまあ最後にその思いっきりその女性とって、まあ遺作だね。今はね、そう思われてると。うん、でまた撮り終えたらまた次が出てくればと思いますね。出てくればね。写真しかないんだから。写真を撮るために体鍛えてるんですよね。そうですよ。うん、足腰をね。うん、今日はありがとうございました。いやいやいや。はい、写真展ぜひ、まあもしうちでやらないかっていう方いらっしゃいましたら、でもね、あの連絡してもらえたらと思いますし。うん、はい。僕もあの行われることを楽しみにしています、はい、よろしくお願いします、今後とも失礼します、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。